始める続けるサステナブル高校生大学生と語る持続可能な未来ということで今からトークイベントの方を開始させていただきます皆さんどうぞよろしくお願いいたしますファシリテーターを務めますのは科学コミュニケーターの増田ですよろしくお願いいたしますはいでまあ今日のイベント先ほどもお伝えさせていただきましたけれどもサステナブルな未来の実現に向けてですね活動を始めた高校生大学生が今どんな思いを持って活動しているのかまあどんな悩みを持って活動されているのかということにですね迫りながら お話を進めていきたいなと思っております、えー。今日のイベントの後半ではですね、雑談タイムも予定しておりまして、えー、皆さんのセキュララな思いだったり悩みも聞けたらななんて思っております。はい、ではですね、早速今日来ていただいている皆さんをご紹介していきたいと思います。はい、ではですね、皆さん向かって、えー、左側の方からご紹介していきますと、学生団体テフづの竹中さんです。竹中さんよろしくお願いいたします。はい、竹中と言います。よろしくお願いします。 はいあありがとうございますはいえー、ではその次の方が優しい制服から福代さんです福代さんよろしくお願いいたします福代実ですよろしくお願いしますはいありがとうございますえそして、えー、フェアリーフォレストから山崎さんです,よろ,いいす,ですよろしくお願いします山崎幸子ですよろしくお願いしますはいありがとうございますはい今日はですねこのメンバーで行っていきたいと思います でこのメンバーの皆さんからですね後からどんな活動をされているのかというお話をいただくんですけれども、まあ、その前に、まあ今日のイベントのタイトルにもなっておりますが、えー、サステナブルって何というお話をしていきたいなと思いますサステナブルっていう言葉結構最近聞いたことある方も多いんじゃないかなと思うんですけど聞いたことあるよってこと人サステナブルって言葉聞いたことある人手を挙げてくださいあもういた皆さん聞いたこと ああられる感じじですすねありがとうございますじゃあサステナブルって何って言われてこうだよって言える人おいいですねありがとうございますさすがです、まあ、最近確かに結構ねテレビとか新聞とかいろんなところで目にする聞く言葉だと思います、まあ、ちょっと改めてですねサステナブルって何っていうのを振り返っていきたいと思いますはい、まあ、サステナブル、まあ、サステイナブルというふうに言ったりしますがもともと英語でですねサステナブル 持続可能まあこれもうちょっと噛み砕いて言うとですね、まあ、最近はこんな使われ方で、えー、お話しされることが多いかなと思います。地球環境を守りながら持続可能なやり方で生きていくこと、まあ、こんなふうにサステナブルという言葉は解釈されることが多いんじゃないかなと思います。まあ、なんですけれども、まあ、よく言われるのは最近言われておりますが今の最近の私たちの社会サステナブルじゃないんじゃないかと。 いう話がですすねね最近ちちょょここと耳にしまどんなところがあるかといいますと例えばですが物の作り方だったり原材料の取り方あ他には今もねたくさん電気使ってますけどエネルギーの作り方それ以外にも私たちが最近食べている毎日食べている食材の作り方だったり取り方だったり物の捨て方だったりいろんなところで サステナブルじゃないなっって思われるようなところがあったりしま,すまあこんなところをですね、えー、私たちは変えていく必要があるのかななんていう話があるんですけれどもまあしかしですね、まあ、正直、まあ、私もやらなきゃななんて思ってるんですがまあ実際何やったらいいのかななんてことは分かんなかったり、まあ、それ以外にもまあこんだけね大きな社会大きな世界の問題になってくると私一人がやっても あんま意味ないじゃんって思ったりすることもあるしまあそれだけじゃなくてすごい大変そうだななんて思ったりしてまあめんどくさいだなんて思っちゃうことも正直私はあったりするんですがまあですがですね今日来てくださっている高校生大学生の皆さんはですねまあそこを乗り越え実際に活動されております皆さんがじゃあここをどんな思いで取り組んでいるのかということをですねここから皆さんにご紹介いただければなと思っております。 というわけでですね、えー、今日はこのお三方に来ていただいておりましてこのお三方からえ活動の紹介をしてもらおうかなと思いますではですねまずはフェアリーフォレストの山崎さんからどんな活動をされているのかというお話をいただこうかなと思いますでは山崎さんお願いしてもよろしいですかはいじゃあこちらお願いしますこんにちは食品ロスを減らす活動をしていますフェアリーフォレストもったいないに架け橋を立ち上げました山崎幸子です 私は産業廃棄物として捨てられてしまうおからからおからのグラノーラを開発して製造・販売・収益を子ども食堂に寄付する活動をしていますこれから少し自己紹介と活動までのつながりあとおからについて説明していきたいと思いますよろしくお願いします,ししま,すまず改めまして高校3年生の山崎幸子です 私は普段普通に学校に通っているんですけれども週末、東京・八王子にある牧場磯沼ミルクファームというところで牛のお世話をしたり子牛ニット名前をつけて1年間お世話をするスクールに中学3年生の頃から通っています。それをカカウウガガーーーールルルルススククと言って、私はこのカウガールスクールで、 牛は人間に奉仕をして生きてくれるもので私たちは生かされているということをとても強く学びました私が食品ロスに興味を持ったきっかけっていうのが幼い頃祖父から聞いた戦争による食糧難の話です昔食べるものがなかったからセミを食べていたんだよっていう話を聞いて私はすごく衝撃を受けていつも祖父の家の周りには 好きなもの私の好きなものをいっぱい用意してくれてある中でそんなセミまでも食べていかないと生きていけない時代があったと想像することができなくてそれから目のの前にににあるものを大切ししていいきたた思うようよなりました私はこの幼い頃から食べ物を大切にしたいっていう思いあとカウガールスクールでの貴重な体験であったり人との出会いっていうものあとその牧場での循環型農業っていうのを見て 私にも何かできないのかなと考えるようになりましたそこで私は何かもったいないものを加工してそこの販売で出た収益を今度は経済的に困っている人たちに届けることができたら持続可能な社会に一歩近づくのではないかなと考えましたそこで注目した食材がおからです おからは普段皆さん食べますかよかったら手を挙げていただけると嬉しい食べる方あおから食べる人ああちょっと好きなまばらにはいらっしゃるぐらいですかね私はすごくおからが大好きでよくお豆腐屋さんに行ってたんですけれどもここで注目するきっかけになったのがエコフィードって言われるあの自分がカウガールをさせていただいた牧場での循環型農業の 取り組みの一つでまだ食べられるのに捨ててしまう食材を牛の餌とする取り組みのことで例えばカットフルーツ工場から出たフルーツの皮であったり小豆の外側の部分とかその中に一つおからがありました私はあれなんで牛もおからを食べてるんだろうと不思議に思ってお豆腐屋さんに聞いてみると実は一つのお豆腐を作るのに 約4倍ものおからが発生してしてまう。なので大豆の8割がおからになって2割を普段お豆腐としていただいているということが分かりましたで私はこのおからっていうのが実は産業廃棄物として指定されているため国が実はゴミって認めている背景もありますでもともと高くおからを売ることができないのでお豆腐屋さんもそのまま処分してしまった方が安い という現状があってほとんど食用で食べられるのは1%以下と言われるほどおからは捨てられてしまっていますで私はこのもったいないおからからおからのグラノーラを開発しました私はみんなに安心して食べてほしいって思いからと砂糖や油添加物などを一切使用せずにお豆腐屋さんから頂い,いた在来種の大豆からできたおからとあと有機のオートミール 国産の米好みで作っています販売もできるだけ環境に負荷をかけないために瓶や量り売りでの販売を行ったりしていますそしてこの販売での収益というものを子ども食堂に寄付するということを約1年ぐらい続けてきました今まで販売の中心であったのは牧場での月に一度のマルシェ最近はマルシェは少しお休みをして いろんな声をかけていただいたイベントの時に販売をするっていうことをしています。あとはプレゼンをさせていただいたりクラウドファンディングでもっといろんな方に届けるということをしたり少しずつ活動が広がって環境大臣賞をいただいたりまだまだ小さな活動ではあるんですけれどもいろんな人にグラノーラを通して環境問題について考えてもらえたらなと思って活動していますありがとうございます。 はいいありがとうございますこれはもうお一人でやられているということではい団体ではなくて完全に個人の活動になってはいるんですけれども,、えーえー、も本当にその目の前にあるものをやるのでいっぱいになりたいですとぜひね私、まだあの食べてないんですけどこれ最近、まあ、未来館ではちょっと、ね、今日は売ってないですが。 次いつ買えるんですか、これは次は7月23日の土曜日にはい、はい、新宿にあるカフェで 1>,、えー、と1日販売をして、はい、そこでは量り売りもやるのでお<ー>容器を持ってきていただくと、はい、その分、安く買うことができたりとかあその容器のところも気をつけて行われているんですね、はいはいあ。ありがとうございます。 ちょっとぜひね7月21、23、あ 23, です23日新宿でということでぜひ皆さんも買いに行ってみてくださいありがとうございますではですね今ペアリーフォレストの山崎さんからお話をいただきましたでは次は優しい制服の福代さんからお話をいただきたいと思いますじゃあ福代さんお願いできますか はい始めましてえっ、ー、と、はい、優しい制服で活動しています福白みのりと言いますよろしくお願いしますはいお願いしますあありがとうございますとまず簡単に私の自己紹介をしたいと思いますえっ、ー、と今高校2年生でえっ、ー、とこの優しい制服で代表として活動していますであの人生のテーマって書いてあるんですけど私についてちょっと知ってもらえたらなと思って書いたんですけど行きたいところにまっすぐ 進んでいくのが私の人生のモットーです。<ー> <laughs> はい。はい、っていうのが自己紹介になります。はい、で、えー、っと今日はえー、っとみんなが着てる服についての話を少しさせていただきます。はい。ではまず7500これは何の数字でしょうか。すごい難しいクイズだと思うんですけど、服に関わることです。7500で服に関わること。はい 七千五百。7, <laughs> じゃ<あ>、全然気の利いたこと言えなくて、すみません、ヒントは 7, トなんかわかんなくて。七千五百リットル。七千五百リットル。七千五百リットルで服に関すること。洗濯で使う。一 <laughs>、はい、年間で洗濯で使う水の量。惜しいです、ね。でも、水です。<水>リットルなので。はい。じゃ、はい。えっ、ー、と、正解はこちらです。 ジーンズ1本を作るののに必要な水の量です7500リットルって言ったら多いか少ないか分かりにくいと思うんですけどあのバスタブ1つのいっぱいいっぱいに入れたものの、えー、と30杯とか 40, 40杯とか分の水の量になりますなので私も今今日これジーンズ着てるんですけど本当になのでこれを。 あの作るのにこういうジーンズを作るのにそれだけの水が必要っていうことになりますはいであともう一つクイズを持ってきましたもう一つが48万です48万ちょっと単位だけ教えてもらってもいいですか単位は人です <laughs> 人四48万人、はい、ちょっとさっき私が適当に答えてしまいましたが 48万人に関する服に関することですかね、服に関することです。服に関すること何か分かる、これじゃないかなっていう人、いますか <laughs> いたらちょっと今、思いつかないですかね、48万人、難しいと思います四十48万人か、<laughs> なんだろうな、服に関することですよね、はい、全然分かんないですね、きのう聞いたこと言えない、ごめんなさい,答えをいきますはい。 インドのコットン畑で働く子供の数ですあのインドってすごいあの綿花栽培が盛んで,でそこの綿花の畑で働くその子どもの数が48万人実はいるんですで、えー、とちょっと今2つ例を出したんですけどこの2つって結構まあショッキングな話だと思うんですねでそれを まあこういういろんな事実があるっていうことを知ってであ私たちの服の裏にそんなことがあるんだっていうのをで知ってで衝撃を受けてでどうにかしていかないとっていうことで活動を始めたのが私たちやさしい制服という団体です。で今は中高生12人12人って書いてありますよね。12人あちう嘘ですなってます ええ <laughs> そんないないです。十十二ですか。十二人です。十二人ですね。<laughs> 中高大生十二人ということで。中高大生十二人です。はい,い、はい、ありがとうございます。十二人で活動しています。でえっ、ー、と主に二つの活動をしているんですけど、そのうちの一つがこちら優しい T シャツっていうもので、今日ここにも持ってきて、私も今着てるんですけど、デザインがプリントされた T シャツっていうのを作ってて、で普通の T シャツに見えると思うんですけど。 色々と特徴があってまずえっ、ー、ツ認証っていうのとデジタルプリントっていうので作られてるっていうのがこの T シャツの特徴ですで、えー、とまずゴッツ認証っていうのがオーガニックコットンを使って作られてる T シャツにつくものなんですけどオーガニックコットンっていうのが農薬とかも使っていなくってでそういう畑で栽培されたものでかつこの認証には ちゃんとその働いている方に賃金も払われているよっていうのも保証されていたりするマークになっていますでここの裾のところに実は印刷されているんですねでこの農薬なんですけど例えばインドの農家の方だとその農薬で皮膚が本当に病気になってしまったりとかあとは農薬の使い方を知らなかったりとかであの亡くなって なくなななっっててしままう方もいいたりとかで結構大きな問題になっています次にデジタルプリントなんですけどデジタルプリントって言ってもちょっと伝わりにくいかもしれないんですけどあのこの T シャツに印刷されてるこの絵は実は水とか使ってなくてプリンターにこう T シャツをセットしてでピーってやると出てきてで出てきたらここにあのデザインが印刷されるようになってるんですね。で普通印刷する時ってなんだろう服 私はあの水をいっぱい使って染料とかで染めたりとか印刷あのデザインを作るときに本当に水がいっぱいいるんですけどそれだと本当にコピー機で T シャツが印刷できるので水も使わない印刷になっています。ああともう1つ魅力があって こちらが私たちの T シャツを作っているあのインドの工場なんですけど実際にこの工場の方々とあのオンラインでつないでどういうきっかけでこの工場に入社したのだとかどういう工程で作られているのかとかそういうところも自分たちの目で実際に確認してであの商品にしています。であはい T シャツの話はここまでであともう一つ講演会っていうのもやっていまして中学生高校生とか、まあ、大学生とかそういう学生向けだったりあとはまあイベントとかで呼ばれたりしたところで今よ話したようなことをもう一い長くして話したりとかしていますはいで最後に私たちの目指す未来っていうのがあってグッド・フォー・ g インバー o ントグッド・フォー・ o o d グッド・フォー・ザ・ワールドっていうのが、えー、と理念としてあるんですけど 環境にも人にも優しい世界を作っていこうっていうことを目指して活動しています。はい、他に私たちには何ができるのでしょうかって書いてあるんですけど。いろいろ、ちょっと今日も話聞いて考えてみてほしいなと思います。長くなりましたが、ありがとうございました。はい、ありがとうございます。そうですね、人だけじゃ、まあ、環境だけじゃなくて、まあ、人にも良いことをと。 とといいううこででやられれていると思いますすけれどもそうですねなかなかその服の素材ってあんまりこう普段意識しないなって思いましてまあ今日も一緒にこの福城さんとまステージの方を立たせてもらうということで改めて服の素材もちょっと私見てみたんですけど例えばこの未来館のユニフォームとかねポリエステルでできてるんだななんてこともまあ福城さんと一緒にこう立つから改めて知ったんですけど皆さん今自分の服が何素材でできてるとか。 オーガニックコットンなのかそうじゃないコットンなのかとかってパッと分かるよって人ってあんまりいないんじゃないかなって思うんですけどどうですかねなんかまあうんうんとうなずいてくださってますがなかなかこういうところに意識できなかったのでちょっと今日はこういう話聞けてうれしいなと思いましたありがとうございますありがとうございました、まあ、このあとぜひあの T シャツも見られるのでぜひこの後も、ね、あともトークイベント終わった後もぜひ福代さんに話しかけてみてください、はい、ではですね、えー、手藤の竹中さんの方から次はお願いできますでしょうか はいじゃあ私の方から、えー、紹介させていただきます、私ちょっと皆さんみたいにあの自己紹介のスライドを作り忘れてましたので、軽く自分の紹介をさせていただきます、今、私、大学4年生ですので、2人の若さにやられないように頑張ろうかと思うんですけどいや,いやいや、全然,全然お若いです、<laughs> ありがとうございます竹中萌といいます、横浜市立大学の,、えー、の4年生でして、そこの大学で作った学生団体での,あの活動の紹介をさせていただこうと思います。 で、えっ、ー、と今映している通り、これでテフズという風うに読みまして。まあ、理念としてはまあ横1世の横1世による横1世のための sdgs っていうのを最初のまあ入り口として設定して活動を始めたというところになります。まあ、私たちが1年生の時に活動こういうな。こういうことをやりたいよね。っていう風に話し合いまして。 でまあ、2年生の時き2020年にあの大学から公認を得た団体で SDGs の認知度の向上ま炭素の貢献を目的に活動しようという団体になります一期が私たちが1年生の時に9人で始めた団体だったんですけれどもだんだん SDGs に関する活動とかやりたいよっていう後輩がすごい増えておりましてだいたい今6445人ぐらいの大きな団体に成長しております 普通に授業を受けていたメンバーが SDGs って初めて知りましたっていうふうに言ってであのその授業を受けていた中でももしあの大学卒業された方はちょっと雰囲気わかるかもしれないんですけど大体授業の前の方で受けてる人ってちょっとやる気がある人だったりすると思うんですよねそういう前の方でやっていた、まあ、人たちの中で意気投合して作った団体っていうふうになっていますはい で先ほど伝えた通りまずは入り口のところちょっと私たちが1年生の時とか特に感じたんですけれどもあの名前、国際教養学部っていう名前なのに SDGs 知らない子がいたりだとかもしくは他の学部になるともっと SDGs、何それっていうとこから始まったりっていうのが普,通の普段の,あのお話の中であったりしたんですね。 で大学の中でもこんなに知られてないんだったら本当に全然知られてないんだよねっていう話を学生同士でしていてじゃあまずそれ知ってもらおうよっていうようなのが、えー、と入り口になって目的となった団体になっていますで名前はテフズっていうのは SDGs1 個次のアルファベットを取ったっていうちょっと単純な理由ですけれども SDGs を一歩先に進められるようなお手伝いができればなっていうふうに思っている団体です でやったこととしては、まあ、2020年2月っていうふうに聞いてちょっとピンときた方いるかもしれないんですけれどもちょうどコロナがもうちょうど来たぐらいの年でしたのでこう本当は、ね、イベントだとかこう直接リアルに皆さんにこう情報発信をしたりだとか関われるようなものっていうのをしたかったんですけどオンラインでの活動が中心となっていました。 例えば、おにぎりアクション、まあ、SNS での,あのイベントに参加したりですとか、あとは SNS でまあ自分たちがこういうもの、コンテンツを作って情報を発信したりですとか、えー、とそれ以外のコンテンツでも情報を発信してみたりだとかっていうのが、えー、と中心的な活動になっていました。ただ、ちょっと一つ、えー、これ、しっかりと長く力を入れてやっていきたいよねっていうプロジェクトがございまして、それがサステナブルシーフードプロジェクトっていうものになります。 あんまりあの日本ではまだ有名じゃないんですけれどもサステナブルシーフードって、まあ、いわゆる今世界的に人,人口が増えていてでそれに伴って、まあ、どんどんお魚を。 とってしまおうだとかあとは IUU 漁業なんていうふうに言うんですけれども違法にお魚を取っていこう水産資源を取っていこうっていうような漁業が横行している中で、えー、と生態系を脅かす可能性っていうふうに言われてるんですね今2050年には海の中でお魚よりも海に漂うゴミの方が量としては多くなるとかいうことも言われてたりとかして結構もうどん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 水産資源だとかダメージを受けているっていうようなことがございます。 でその中で、しっかりと、まあ、違法な漁業の、まあ、やり方を取ってないようだとか環境に配慮された形でこの水産物、取れてますっていうのをクリアしているそういった、えー、とお魚水産資源のことをサステナブルシフトというふうに言いますで、私たちの活動としましてはそれを学大学の学食に導入しましょうというような活動になりました。 日本ではまだこれ、大学の学食に入れた例は初めてでして、で普段やっぱり学食って毎日毎日お昼食べるものですので、えー、普段のご飯のタイミングから SDGs について知ってもらったりだとか、問題について知ってもらったりだとか、そういうことを私たちは望んで、この活動をやっていたというような形になります。 ちょっと学食感全然ない建物ですが撮ってるんですけれどもこうの、まあ、上りを使ったりだとか実際に今回はフライ丼とあとはサステナムサスシーのちくわサラダこの前は、えー、とカレーとまたちくわなんですけどちくわのマヨ焼きっていう割とマヨがジューシーで美味しかったんですけれどもそういったメニューを期間限定で今大学では出しております。 はいっていう形ですねちょっと簡単にはなりましたがまた後ほどいろいろお話しさせていただければと思いますありがとうございましたはいありがとうございます竹中さんからお話いただきましたもう学食に導入されているということでそうですね、はい、やっと2年ぐらいかかりましたがそんなかかるんですね <laughs> はい なるほどどうですか、もう学生さんにはもう食べてもらっていると思うことですけど、そ好評ですかたてもらって、はい結構、あの意外と美味しいねっていうふうに <laughs> 言われてあ、普通のお魚、水産資源なので、そこに関してはあの美味しいねっていうふうに言ってもらえて、すごく嬉しい感じです、ねえー、ああ、なるほど、でもいいですね、学食にあったら、まあ、私も、ね、大学生活、まあ、だいぶ昔ですけれども、過ごさせてもらいまして。 あの時にもしこういったまあサステナブルフードがね学食にあったらまあ選んでたかもしれないなと思うとそういうところから取り組めるっていうのは非常に素敵だなと思いましたありがとうございます。というわけでですねここまで、えー、今日来てくださっているお三方にですねどんな活動をされているのかという紹介をしていただいたんですけれどもここからはまあ皆さんがですね、まあ、個人として、まあ、団体としての活動もそうなんですが個人としてどうしてこの活動だったりとか。 にまあ取りり組み始めたたのかというところだったり、まあ、どんな思いで今やられているのかというところをです、ねまあ、雑談形式で話していければいいかなと思っております。まあ、それで,です、ね、ちょっと私もここからはです、ねまあ、個人としてといいますか、い、ま、ち、あ、人間として、まあ、サステナブルに私も興味がありますので、まあ、それについてです、ね、話す人間として参加させてもらえたらなと思いますので、ちょっと一旦あのこの未来館のユニフォームを脱がせていただこうかなと思います。ちょっと失礼しますね 未来感としての人間ではなく個人として <laughs> はいというわけでですね、まあ、科学コミュニケーターとしてではなく、まあ、ちょっと一人間として、まあ、サスティナブルに興味のある一人間としてちょっとここからは私も雑談に参加させてもらえたらなと思いますちょっとですね今あのオーバルブリッジとか、まあ、その後ろから聞いてくださっている方もいらっしゃるのかなと思うんですけど あのここカーペット、まままだまだいいいっぱい空いてます一つのこのこカーペット一つあたり8人ぐらい座れますのでぜひあの来ていただいて余儀棒みたいなやつもありますのでくつろいでいってください、ぜひぜひお越しください。はいというわけで,ですねここからは雑談タイムということでお題を使って話していきたいなと思うんですけれどもちょっとまずはですねきっかけ作りということで私の方から一つ皆さんにお題を内閣かけさせてもらいたいなと思います。 まあ先ほどちょっとお話しいただいたところもあるのかなと思うんですけど、まあ、始めたきっかけはということで、まあ、そもそもこのまあ環境問題だったりとか、まあ、サステナビリティというところにまあ興味を持ったきっかけってどういうところなのかなっていうのをちょっと聞いてみたいなと思うんですけれどもどうでしょう何かこういうのきっかけだったなっていうものって何かありますかどうですか山崎さんとか私が食品ロスに興味を持ったきっかけは先ほども紹介させていただいた 祖父から聞いた戦争による食糧難の話なんですけれども実際に活動を始めようと思った原動力になったのがはい、はい、牧場での体験とあ,<ー>あと人との出会いっていうのがすごく大きくてうん、うん、普段学校に行っていると横でのつながりしかできなくて、うん、でその横でのつながりっていうのはいかにそのと中に溶け込んでいるか<ー>みんなと違わないで同じにいること。 手を繋いでることっていうのがやっぱりどうしても求められてその中で自分でアクションを起こすっていうのはなかなか難しくてそんな中で牧場っていうのが地域の一つのコミュニティみたいになっていてみんな牛乳を飲みにフラッとやってきてなんかそこで集まった人たちでたわいをない話をして帰るっていうちょっとした空間でもあって私はそこで牧場でのお手伝いをしながら。 お昼ご飯みんなであ今日はなんとかちゃんのお肉をみんなでおいしくいただこうっていう命を頂くっていうこともありながらそこでいろんな方と出会えて話をしたそんな中でやりみんなと違うっていうか自分の興味のあることを続けたりあとは何かアクションを起こしていくっていうのはうん、うん、すごく。 自分だけじゃなくて周りにもエネルギーを与えられるっていうことに気がついてじゃあ自分にもこの社会に何かできないのかなって思ったときに食品ロスにつながってうん、うん、それでいろいろ困ったこともありながらその中で助けてもらったりいろんな人をつないでもらったりとかして今、活動を進めています。なるほど そう始めていくときに、まあそのまあ、学校の中とは違うその、まあ、コミュニティというか人とそのつながっていくっていうのってそのすごいまあ楽しいなと思う反面、まあ、やっぱりこう、まあ、見知らないいろんな人とこう話すことになると思うのでそのまあ大変さみたいなところも同時にあったりするのかなと思うんですけど,どあまりそこの辺は感じないですか結構、初対面の方と話すのも楽しくいけちゃう感じですか楽しくあすごい話せ やっぱりその方たちはみんな私を子供としてじゃなくてやっぱ1人の人間として見てくれたっていうのがすごく嬉しくていつも私はこの話についてどう思うっていうのを問われていつもやっぱり横にいるとあそうだねとかそれなって言葉が常に出てくるそれじゃなくて私はこう思うっていうのを常に持っているっていうのが やっぱりそのコミュニティにいたことで自分の意見をしっかり持つそれはもちろん人と違ってもいいしその違う認めるっていうのは大切だと思うんですけども自分の軸を持ってそれに向かって進むっていうのが本当に大きな経験というか学びですあなるほどすごいですなかなかそうですねそういったコミュニティに入っていくのってごめんなさい、私自身は結構ですね、まあ、その自分の意見を強く言ったりとかすることに。 まあ抵抗を感じるわけではないんですけれども、まあ、やっぱりどうしてもその反感を生むんじゃないかなとか思っちゃったりとかその嫌われちゃったりするんじゃないかなとか思ったりするところもあって、まあ、多少その抵抗感を持つところもあったりするのでいやそこのまあ,ある種今勇気なのか,、まあ、なんか分からないですけどもそのあたりを持てるっていうことがすごく素敵だなと思いましたどうですか、あのお二人はきっかけとかはあじゃあ福所さ,さんからいきますか。そうですねなんか結構、うん きっかけって私にとっては1つじゃなくて一番最初の最初を遡ると4年前4年5年前かな4年前か4年前の中学1年生の時の授業で,で本当に素敵な先生に出会えたんですけど私は環境問題とか SDGs のこととか。 を熱心に教えてくださる先生がいてでその先生に授業を受けたのが本当に一番最初のきっかけで,でなんかその先生が放課後にワークショップとかも開いてくれてで例えばその学校の外に行ってで実際にあの自動販売機のゴミを集めている工場まであの行きたい人たちで行って。であの 自動販売機の横にあのゴミ箱置いてあると思うんですけどあのゴミ箱の中身を全部ひっくり返して何が入ってるかとか見たりとかそういうワークショップみたいなのとかをしてくれる先生がいて。 それが一番最初に環境とかに、まあ、興味を持ったっていうか知ったきっかけでうん、うん、でもその時は別に私自身が何か自分から行動しようって思ったわけじゃなかったんですよねはい、はい、なんか結構その先生がワークショップとかを提供してくれるからあ面白そうだなって思って私も参加しようと思って参加しててうん、うん、でもまあその中であのもう一つのきっかけが。 あの先輩にお勧めされた映画を見たことでこれがあの服に関わることにつながっていくんですけどあの服作る時の裏側について書かれた映画で結構まあショックな映画なんですけど例えばそのラナプラザっていうまあバングラデシュにあるビル服,飾工場服を作る工場が入ってるビルがあるんですけどそのビルが。 服を作るためにミシンを入れすぎたりしてで耐久性もおと落ちててで崩れてしまって本当に1000人とかもうそれ以上の人たちが亡くなってしまったっていう事故があったりとかでそのことについてその映画で書かれていたりとかさっきほど言った農薬の話だとかあとは服が大量に捨てられてしまう様子だとか、まあ、結構なんだろう見てたら残酷な。 シーンとかが多かったんですけどそれを見てでうんなんか自分が、まあ、本当にそんなこと知らなかったし別に服はお店に並んでる綺麗なな状態で見てでこれが可愛いって思って買ってたんですけどうん、うん、でもなんかそれだけじゃないんだって思ってなんかその裏にはたくさんの、まあ、犠牲って言ったら言い方はちょっとひどいかもしれないんですけどでもそういうものがあって。でそれを知ってで そこから、あ、なんか自分で何かしないとって思って、行動を始めたのがきっかけの二つ目です、うん。なるほど。そ映画でトゥルーコストってやつですか。あ、そうです。そうです。ザ<あ>トゥルーコストっていう映画です、ね、有名なドキュメンタリーの映画、ね。はい、そうですね。うんうんうん、なるほど。まあ、まず最初は、その学校の先生との出会いがあって、そして、その映画で。 まあさらにその世界で行われていることをまあ自分の普段着ている服の裏側に隠されたことにまあ気付いたというところがきっかけということでま,あそうですねま,あまずその人との出会いというところは山崎さんともま共通するところなのかなと思うんですけどまあ確かにそういった最近は映画とかでまあ自分が知らなかったことまあ結構職私は結構食のサスティナビリティに興味があるんですけど食の,の生産現場でも結構そうしたまあ自動労働だったりとか まあ自分の知らないところで起きている、まあ、森林伐採とかそういったものがあるんだなということを知っていくとなんかこう普段罪悪感も持たずに生きてましたけど、まあ、そういうところに責任も持たなきゃいけないなとうう思わされるのはすすごく私も同感ですねはいありがとうどう,どうですか、竹中さんは。 そうですねこう活動を始めたきっかけっていうとさっきあの言わせていただいたように大学での授業で意気投合した仲間がいたっていうところだったんですけど私の場合、SDGs だとか国際問題に関心を持ったのはもうちょっと前で高校生ぐらいの時に、まあ、すごい関心を持つようになったんですねでそのきっかけは、まあ、これまたすごい受動,体受動的なものだったんですけどあの高校1年生入学して、まあ、部活を皆さん探すわけじゃないですか。 で私は特に何か入りたい部活があったわけじゃなかったので友達に連れられて模擬国連部っていう部活に行ったんです模、ね、模擬国連部模擬国国連連部です国連を模擬すをるれる毎回毎回ちょっとニーチな部活説明してるんですけの国連の会議があるじゃないですか例えばうん、うん、今だと,、まあ、ちょっとあんまり望ましくないですけどウクライナの問題とかで各国の大使が集まってこう、まあ、国連総会で議論したりだとか。 ああいうのをまあ要は学生たちが真似をしようっていうものでしてじゃあ、私日本大使やりますとかあなた、アメリカ大使やりますって大使の役を振ってえ例えば今回は地球温暖化について話し合いましょうだとかそういったまあ会議をまあ真似してで1つ議論を1日してあのこう最終的に決議文を出すみたいな,ういううな部活やってたんですけれどもあのまあそれを連れられていきまして週1だったんですよ、活動が。 週,一週一で会議あの準備をしてで会議は別日にやるんでなんで普段の活動週1でそれでいいじゃんつって入ったんですけれども結構まあ連れられて入った部活でやってみたらまあすごくまあ面白いっていうふうに思いましてそこからきっかけでやっぱり自分自身が例えば全然ゆかりもないような国の大使にとしてこうそれを乗り移って会議1日やったりするのでやっぱり自分事と,として捉えてかつあの みみんんんなななが環境問題イエスゴーじゃないんですよねやっぱ国のいろんな、まあ、理由があったりだとかして、えー、と自分はそう思わないっていうふうな意見を言わざるを得ない一日があったりとかするんですけれどもなんかそういうことをいろいろ減る中で、まあ、自分の中で SDGs だとか国際問題に関する自分の考えってどういうものかなっていうのをこうしっかり持っって。 持ちたいなっていうふうに思うようなきっかけにもなりましたしそれ自,自体が何かその,その時の仲間が今一緒にやってるっていうわけではないんですけれども SDGs だとかそういう問題に関して自分が、まあ、たくさん知ろうだとか考えようだとかいうふうに思った最初のきっかけっていうのはそこにあったかなっていうふうに思いますねああなるほどありがとうございます最初はその模擬国連部っていうのでまあ簡単に言えばその何てうんですかね 各国の大使というかになりきったワークショップみたいな感じのイメージですかねそう実際にすでにやられた過去の議論の情報だとかも全部インプットした状態で自分で調べるんですよ、例えばこの国の GDP はいくらぐらいでとか全部調べて、まあえー、これもその人がどこまでやるか次第なんですけどなので例えば核軍縮の話するんだったら。 武器の数はどれぐらいでとか、うんまあ、世界軍事ランキングだとか、まあ、いろんなものを見たりだとかするわけなんですけどそういうい実際の国の裏側みたいなところを学生が知れる範囲ではもちろんあるんですけど、えー、あのできるだけ調べて議論をできるだけしっかりとするみたいなところはやろろうととししていたたころでありまなるほど、まあ、なかなかなかその,他の国の、まあ、日本のことも正直全然知らない。 っていうのは私もあるんですけど他の国の,その事情を知ってその他の国の大使になりきるっていうのって例えばそのなかなか普段知らない、まあ、イ,ンドのインドだとかアメリカだとかの国になりきるとその国の人の立場としてこう見えるっていうのはまたちょっと違う見え方ができそうですよね。なんかね環境問題だけじゃなくて そうですね。なんでその問題がすぐに解決されないのかみたいなところではあっても。うん、やっぱり国同士のこの、例えば議論なんで、はいはい、あの。例えば法的拘束力があるかというと、条約にならないと、特になかったりするんですよね。うんうん、だから、別になんだ、あの今のロシアの話しかり、こう、はいはい、じゃ。いきなり他の国がイエスって投じて、はいはい、あの賛成票が多いからといって、それで止められるかというと、あれには法的拘束力がないとか。まあ、いろいろなことがあるわけなんですけど、それも、じゃあ。 その国としてやるんだったら自分はノーを投じなきゃいけないような会議とかももちろんあったりしてそれはなんだろうな他の人からじゃあお前はこの国なんだからノーって言うべきだろうっていうふうに言われたからノーっていうふうに言うんじゃなくてなんでこの国はノーを言うんだっていうのをいろいろ調べた中でっていうのはインプットするのも大変なところはありますけれどもすごく自分の刺激にはなることだったかなっていうふうに思います。 というわけでここまでちょっと一旦始めたきっかけはということでお三方に話してきていただきましたがここからはですねちょっとお題をランダムにして話を進めていきたいなと思いますちょっとお題カードを用意しましたのでスタッフの方お願いしますちちょっとこちらまではいそしたらえと竹中さんにですねお題カードちょっと広げてもらってもいいですかはいこんな感じであの用意しておりますここからちょっとランダムに引いてもらってえそのお題を話していくという形式でやりたいと思います。後のの方のぜひ カぜひぜひくつろいでいってください <laughs> ビーズクッションありますからはい、はい、ではですね、竹山さん 1>,、はい、1枚目を引いてくださいじゃあちょっと明るめのオレンジ色のものですありがとうございます、はい、じゃあ読ませていただ楽しいことはっていうのが来ましたねはい楽しいことはということですが、はい、活動していてどうでしょう楽しいなって思うこと何か どうですかまず竹中さんどうですか。そうですねやっぱりもう単純なことですけど私の場合はこう学職にあのプロジェクトでこう。 水産資源導入してってっいう最初のメニューをみんなが選んでくれてる様子だとか学食でみんながそれを食べてる様子だとか見たのはやっぱりすごく嬉しいなっていうふうに思いましたしあと普段生活してる中であ,あなた手ふズでしょみたいなことを話に出してくれたりだとかちょっと気になってインスタ見てみたんだよねちょっと調べてみたんだよねとかそういった言葉をもらえたっていうのが自分たちはそれを目標に知ってもらうことを目標にやってたので一番嬉しかったし。あちゃんと自分 自分たちがやったことがつながったんだなっていう,ふうに思えてそれはすごい楽しいなっていうふうに確かにそうですねあの自分がこうやったことがこう誰かにこう届いていたりとか知られているって結構嬉しいですよね。しかも 実際の学食のメニューになっているわけじゃないですかそれがこう自分が作ったものがこうみんなが食べてくれてるっていうのってすごい嬉しいですよねそうですね普段はそれまではもうもちろんなかったメニューだったのでそう新しい違ったものがこう提供されるようになるのはすごい見てて嬉しいですねうん、うん、そうですね山崎さんも結構自分でおからのグラノーラを作ってらっしゃるわけじゃないですかそれこう食べてもらうとかも結構嬉しいんじゃないかなと思うんですけどどうですか やっぱり美味しかったって言ってまた量り売りの時に買った瓶を空にして持ってきてくれるっていうのはすごく嬉しくてうん、うん、それ嬉しいですね、はい、あともう1つはやっぱり自分がおからを作って販売して今度、それを届け寄付を届けるっていうのを1人で行っているのでうん、うん、生産者の方今度は消費者の方で最後、自分が応援したい方たち全員に。 と顔がつながれる自分の今の仕事が今度はこの人に届けられて最後はこの人たちに還元されていくっていうのが全部見えること<ー>でその中でも直接関係のないその消費者と生産者の人なかなかつながりがなかったりそれは物理的な距離もあるしその物今大きくなりすぎた中で離れてしまってるっていうのを自分が介することで届けられる互いのメッセージを届けられるっていうのが やっぱりすごい楽しい自分の活動する活力でエネルギーになってますはい、はい、ああなるほどまさにその山崎さんがその消費者と生産者にハブとなっているというか、はい、つなぐ役目になっているっていうのはすごく嬉しいですねそこの,その消費者の方と生産者の方をこう直接つなげられたらなんかもっと嬉しいのかなって思うんですけど <laughs> そういうこともできたらいいですよねなんかね。 お会えるっていう意味では、その福代さんも T シャツのその生産されているインドの工場の方とオンラインで話したりということもあるんですけど、そのあたりも結構楽しいところだったりしますか。そうですね。あの一つ先ほど説明し忘れたことを一個言ってもいいですか。大丈夫ですよ大丈夫ですよ。すよあのこの T シャツあの実はあのさっき。 あのデジタルプリントでやってるって言ったんですけどもともと中高生とか大学生とかあとなんか会社の方とかがイベントとかであのお揃いの T シャツを着る時用にデザインを向こうから送ってもらってで私たちがそのデザインに沿っておなそのデザインのオリジナルの T シャツを団体向けとかクラス向けに販売するっていう。 の,の T シャツなんですけどそれ大事な説明し忘れてましたすいませんであとい楽しいことで生産者の方っていう話してくださったんですけど本当にその絶対私が学校にいたら絶対会えない人にも本当に会うことができるし普通に生活してても絶対なんかインドの工場の方とかあと麺の農家の方とかとも。 お話ししたことあるんですけど、なんかなかなかそんな人に話す機会って多分ないと思うんですよ。なんかそういうことがなんかできちゃうっていうのがすごい。楽しくてなんか？基本的に新しいもの好きだし、興味があのー、結構なんか興味心好奇心旺盛 <laughs> 好奇心旺盛 <laughs> なのでなんかその。 会えない人は普通は会えない人に会えるとかあとなんか知らなかったことがいろいろ知れるっていうところが本当に私にとっては活動の中で楽しいことです。 なるほどありがとうございますそれ知らない人に会えるとか知らなかったことにこう出会えるっていうのってやっぱり結構私自身も嬉しいなと思っててあの、まあ、私は、まあ、仕事としてあの「科学コミュニケーター」という仕事でねこの未来館であの展示のところでこう様々なお客さんとお話ししてもらったりとか、まあ、イベントでもまさに、まあ、皆さんとこうして今お話ししていることも、まあ、まさに今この仕事をしているからこそ会えたんだなって思うと。 本当にこういうふうに人といろんな人とこう出会えて、いろんなことをこう教えるっていうことって、本当に楽しいなって、私自身も思うので。そこすごく共感しました。ありがとうございます。じゃあですね、次のお題の方にそろそろ行きたいと思います。そしたら、竹中さんからじゃあ、今度出してもらって、福代さんが引いてください。お願いします。はい、あ、じゃあ、それを読み上げていただければ。はい、これからチャレンジしたいこと。です、はい。どうですか。これからチャレンジしたいこと。 いいっぱいあるんですけど、はい、1>, 1つはインドとバングラデシュに,のに実際に行きたいっていうところで観光で行くっていうことじゃなくて作ってる人に会いたいっていうのがあって、まあ、さっきは Zoom とかではお話ししたことがあるって言ったんですけど。 やっぱりそのオンラインになってしまうので本当に実際に自分で行ってみないとわからないこともいっぱいあるし行ってみたから本当はなんか違ったかもしれないとかなんかまあそんなあんま想像はしたくないけどなんかオンライン上だとちょっとよく見えてたとかまあそういうのもあると思うその逆もあると思うし。 なんか聞いてたよりもまだもうちょいいい環境だったとかそういうのもあると思うし行ってみないと分かんないことがいっぱいあると思うのでなんか団体のメンバーと一緒に実際にインドの綿花の方とかあと、あのー、T シャツを作っている工場とか私たちの T シャツのだけじゃなくて他のところとかも見れたらいいなってすごい思ってます。あああともう一つあって、えー、ともううつつってが、あのー 実際にいろんな服を作ってる方とお話ししたいっていうので、なんか企業の方とか、あの服を作ってる会社の企業の方とかともお話ししたくて、なんかそういう方に私たちの活動の話とかも聞いていただけたらいいなと思ってます。確かにそうですね。そのいろんな立場というか、そ、うん、の企業でももちろんいろんな企業がいらっしゃると思いますし、その企業の中でもきっとうん、うん。 まあ、そうですね。すごく上のトップの方の方から。うん、まあ、実際に、まあ、デザインをされている方だったり、営業をされている方とか、まあ、いろんなその立場で。見え方とか、違うんだろうなって思うし。そのあたりも、この話聞けたら、すごい楽しそうですよね。うん、違う発見ありそうですね。なんか、ね、んかまだまだ。会いたい人がいっぱい,い、ね。<laughs> いや、会えます。会えます。いっぱいあると思います。 どうですかじゃあ竹中さんとかありますかチャレンジしたいことそうですね結構、まあ、2年間かかって、まあ、大学に入れさせていただくことができたんですけれどもこれをきっかけに例えば他の、まあ、大学にもあの共有させていただいて実際に入れてもらうですとかあとはあの私たち横浜市立大学ですので結構横浜市とのつながりがあの多い大学なんですけどそういったい横浜市の中で何かイベントができたりだとか結構そういった自治体さんとのつながり で、何か新しいこう情報発信につながるようなことができればいいかなっていうふうに考えてます。なんか今も具体的にこういったまあ、横浜市じゃなくてもいいんですけれども。 何かこう連携してやり,やりたいなとかやれそうだなみたいなイベントとかって今あるんでですすかそうね今、えー、と8月のちょっと怪しいですけど6か7か8かどこら辺かの <laughs> 土日に海博っていうあのイベントがこれ横浜市の中でやるんですけれども横浜市役所さん主催で結構あそこら辺あの赤レンガ倉庫だとかあ,たあの辺りで、はいえー、大きくやるところがありまして、えー、でそこであの私たちも。 ちょっとブースを出させていただいて、うん、こういったまあ情報発信のポスターを置かせていただいたりだとかそういうふうにしてちょっとなあのなんだろうな紹介をさせていただく場をいただいといいうことはありますね、うん、いいですね、その赤レンガ倉庫とかだとこうあまりこう普段んは、ね、なかなか興味を持てない方だったりとかななかなかその情報に触れることがない方も、まあ、ふらっと友達とか恋人と来たときに目にするなんてことができていいですね。 ぜひあの普通に楽しんであのはい、はい、横浜のデートをした後でも少し寄っていただけると <laughs>、はい、楽しいなという風に思いますありがとうございますどうですか山崎さんは私は今のおからのグラノーラの活動っていうのは、うん、いろんな人に環境問題を考えてもらうきっかけになると思うんですただこれを本当に実現できる空間がまだできていないなって感じていて 私の本当の将来やりたいっていうことは本当に持続可能な街を作りたいっていうことただその手前にそれが今グラノーラがホップで次何かあってジャンプがこの街づくりでこのステップに当たるものっていうのが私は人と人がつながれる空間として何か食堂みたいなところを作りたいっていうのを。 それは例えばもったいないものとかお裾分けのものをもらったりしてうん、うん、作って提供するただそれはただ食べ物でお腹を満たしてもらうだけじゃなくて人とのつながりができていくっていうところ私もやっぱり牧場でいろんな人からの刺激を受けて何か活動行動を起こすきっかけになったので人がつながって新たにもっと社会を良くしようとか。うんうん 今まで他人事だったものが自分ごとに感じられる空間っていうのを作っていきたい,ですあいいいきたでですすねその人と人がつながれる場所を作るっていうのはすごくいいですね。なんか私ごめんなさい、これ完全に私の個人的な話をしますけどあの私は結構、ですねあの居酒屋に行くのが好きなんですよ、あのすみません未成年の方もいる前でこの話をするの大変恐縮なんですけどあの居酒屋にこう1人で行ってそこでほこ、まあ、他の、ね、常連さんの方とお話ししたりするのが好きなんですけど。 まあ、そういうところで、こう、新しい人と出会って、新しい、その、話を聞いてっていうことが、すごく楽しいなって思うので。まさに、そういう場所を、ぜひ、作ってもらえたら、私もそこに、遊びにいきたいなと、思ってます。あ、全然、あの、お酒なくて、大丈夫ですからね。はい。<laughs> ありがとうございます。どうですかね、ねでも、お二人あの高校三年生の方と、大学四年生の方っなると。あの、進路というか、まあ、これから先の、まさにキャリアというか、っていうところにも。 まあチャレンジしたいことって関わってくるのかなと思うんですけどその辺り次はこういうところに行きたいなとかこういうところに行く予定ですみたいな、まあ、もちろんあの言える範囲で構いませんけれどももしあればどうかなと思うんですけど何かかかありますかまますすだ決まってないですかねあ、うん、自分の興味のあることがさっきの福次郎さんも言ってたようにいっぱいあってなんか絞るのが難しいっていうのがすごくあるんですけれども、ね、絞るの難しいですね。ただ今私が高校3年生でうん、うん やっぱり今は完全に学力っていうカテゴリーごとに学校が決められてそこでみんな学ぶっていうところで今度大学はその偏差値とか学力じゃなくて自分が興味があるところに行けるっていうのに私はもうとに今からすごく楽しみでいろんな人たちに出会えるやっぱり興味ある分野は同じでもそこの興味 が何で興味があるのかとかそれに対する考え方っていうのは多分それぞれ違うと思うのでうそこをもっともっと学んでこれから社会をよくするのにいろんな人の意見っていうのを学びたいなってすごく思いますなるほどありがとうございます。 どううでですすか竹中さんはそうですね私はまあこれから就職、まあ、就活というふうにつながっていくんですけどやっぱり見てて思うのはこういった活動が直接すべてつながっていくようなお仕事ってやっぱなかなかないなっていうふうにも感じるんですよね。たただそのの一方で思うのはあのこうはこいったまあ ちょっと難しい,言い方かもしれないですけど経済的なまあ枠組みにこう絡んでいかないと活動ってどうしても持続的に続いていかないこれはもう絶対に誰かが何だろう、まあ、血を流して誰かが非営利でずっとやっていくっていうのはもうそれは継続的に持続的に続くような活動ではないなっていうふうにも思うのでそういう意味ではあの、まあ、本当に。 活動とはちょっと離れますけれども、社会人としてあの普通に企業ではどういったなんだろうなまあ経済活動がこうあのそのはるかもうなんだろうな動いていてどういった考え方で動いているのかみたいなところをもう本当に最初の方からいろいろ学ばせていただいて、えー、知っていくっていうのは一つあのやっていきたいあの本当に学んでいきたいなっていう部分ですし、まあ活動自体はむしろこの後輩たちが た,たくさん育ってきてますので手ふずの OBOG みたいな形にはなるかもしれないですけれども活動に関してはどんどん協力してあの規模を広げていくために活動していきたいなというふうに思っているところです。 ありがとうございますそうですね、その企業でってなると、またちょっとそのやり方というか、もう変わってきますよね、そのさっきあの経済的なってお話もありましたけど、あの私も、まあコミュニケーターになる前はですね、まあ、別の会社の方で働いていたんですけど、そうするとやっぱり、まあ、企業なので、やっぱりどうしてもこのお金を、まあ、利益を生み出さなければいけないっていうところがやっぱりあるじゃないですか。まそ、あ、そこのの利益を生み出しながらどうその サステナブルなところに配慮していけるのかだったりとか。まあサステナブルだからこそ、その価値が埋めるっていう。今時代になってきているのかもしれないですけど、まあ、そこをこう両立しながら、うまくこう関係性を回しながら進めていけるかどうかっていうのは、また一つ難しいポイントなのかなと思いますね。はい、ありがとうございます。そしたらじゃあ次のテーマに行きたいと思います。では、福士さんから、じゃあ次は出していただいて山崎さんに引いてもらいたいと思います。はい。じゃあ！ 見せてててていいいただいて読み上げももらってもよろしいでしでょうかこだわりポイントですはいこだわりポイントということで、まあ、皆さんがその活動されている中で、まあ、ここが一番、まあ、こだわってるなっていうポイントだったりまあまあもちろんそのおからだったらおからのこだわりポイントもいいんですが、まあ、それだけじゃなくて例えば自分がここに一番思いを込めてるんだっていうようなところがもしあればそれをお話しいただければなと思いますが。 どうでしょう山崎さんありりますかこだわりポイント私のこだわりポイントはまず活動ではい、はい、どんな面から見ても本当にサスティナブルであることうん、うん、例えば食品ロスってところだけ切り出してじゃあ販売してる仕方が全然環境に優しくない<ー>プラスチックに包まれていたりとかうん、うん、あとは、うん、例えば賞味期限を長く。 するためにそこに添加物を足して長くしてるけど果たしてそれが本当に環境にも人にも優しいのかって言ったら多分私はそうではないのよと思うのでどんな面から見ても本当に環境に配慮しているっていうことあとはグラノーラで言ったらできる限り安心安全にみんなが食べられるものいうのでグラノーラ一応ビーガン仕様にもなっていたりとかあとは 砂糖や油を使ってないので例えば糖尿病の方にも優しく食べてもらえるしはい、はい、あとは自分で味付けをすることができるので<ー>みんなに優しくしいい商品なのかなって結構そのいろんなところにこう配慮しているとなんか作るのも。 そのどうやって開発するのかとかもあると思うんですけどその辺りもすごい大変なんじゃないかなと思うんですけどどうですか、その辺りの、まあ、苦労とかもありますかいざ、商品を作るのにも何度も家で試作をしたんですけれどもそのできた商品をいざどこで製造しようかっていったときに<ー>家のキッチンだと菓子製造業営業許可っていう保健所の許可がないので作ってはいけなくて。<laughs> えー、あそうなんでですねで どっかのキッチンを借りなななければならないもちろんお金があればいくらでも何時間でも借りられるんですけれどもうん、うん、私には全くお金を持っていないのでうん、うん、自分の活動をに共感していただいてキッチンを貸していただくっていうことただまだ自分が販売した経験がないのにこの私の思いだけでそのキッチン見ず知らぬ女子高生にキッチンを貸すっていうことを 応してもらうのがすごく大変だったんですけれどもうん、うん、いろんな方に聞いて一人、高田のババにあるカフェを貸してくださる方がいてもうやっぱり本当に感謝の気持ちしかない,いや本当ですね自分も逆の立場になったときにどうなるかわからないけど、うん、その人の思いを聞いて自分がもっと応援できる人間それはやっぱりお金とか。 自分が儲かるからっていうのじゃなくて、はいはい、人の思いで応援できる人になりたいなってすごく思いました。うん、いや、そうですね。でも本当に人との出会いですね。いやすごい素敵ですね。ありがとうございます。どうですか？福士さん、のこだわりポイントありますか？ですね。なんかあの本当にその食べ物と服で。まあちょっと若干は違うことは違うんですけど、うんうん、すごい似てるとこもあってなんか？ その作る時に全部の面でサステナブルかって話をしてたと思うんですけどそれはなんか本当に私たちの活動にもあの似たところがあってで服を最初に作るってなった時に例えば何だろう賃金ちゃんと払われてるかなとか農薬使ってないだとかお水大量使用されてないんだとか電気は。 CO2 が排出されないようになんか自然再生可能エネルギーを使っているだとか、まあ、本当にいろんな要素があると思うんですけどなんか普段の生活の中で自分が全部気をつけることはすごく大変だしなかなかできないんですけどでもなんか人にも環境にも優しいっていう理念で活動してで服を作るっていう。で その今ある服を変えていきたいっていう思いで作るからにはちゃんと全部こだわりたいなと思ってでな,んかなかなか全部の条件クリアするのは大変だったんですけどでも、私もサポートしていただいたそのあの実際に工場の方とつなげてくださった大人が協力してくださってであのやっと。 全部その自分たちが満足できるものにすることができてでそれがこだわりポイントかなってであとそのコストもどこにいくらかかっててどこの段階でその服にそのお金が支払われてるかっていうのとかも全部明らかにするっていうところも私たちが追求したいところでそれはなんかその利益がちゃんと。 を過剰に取ってないかとかあのいうこともだし、ちゃんと払われてるかっていうのも明らかにすることで保証していくっていうのをしたくて、そこも明らかにしてっていうなんかなんだろう自分たちの思いを最大限実現させたのがこだわりポイントです。なるほど、すごい本当に隅から隅までっていう感じですね。なんかごめんなさい、本当にあの私のなんていうか、まあ、関心の低さがちょっと申し訳ないなと思うところもあるんですけど。<laughs> すみませんね、私だったら、まあ、ちょっと面倒くさいなって思ってしまうところもあるのかなって思うんですけど例えばなんて言ううんでしょうね、まあ、素材にこだわるぐらいのところはできるかもしれないなと思うんですけどそこのなんて言うんですか途中のお金がちゃんと支払われているかとかいろんな視点でサスティナブルなのかっていうところも一つ一つこうちゃんと確認していかなければいけないわけじゃないですか。そその確認がすごい多分大変だし、まあ、その学生ででやられれてるとそれでこう,うん、うん まあねこういう方よくないですけどお金がもらえるわけでもまだないと思うんですよそこのそのモチベーションというかどうしてそこまでそのこだわれるのかなっていうところがもし引けたらなと思うんですけどうどうですかその辺の思いは一番本当に最初のきっかけはうん、うん、さっき言ったようになんかショッキングな現状を知ってなん,なんかどうしても 見過ごせなくてどうにかしたいって思ったのがきっかけで,でなんかそれが原動力でだから何だろう別に完璧である必要はないけどでもやっぱりそ,のそういう事実を知ってるから、うん、なんかこういうものをつそ,うじゃそういうなんか事ことがない服を作りたいって思って。で あのー、動いていったっていうのが原動力になってたのかなって思って、うんで,まあ、でもそれだけでなかなか動き続けるって厳しいなってことが、うんうんね、私もなんか結構前活動始めてもう2年とか2年半とか経ってて、えー、で気づいてでなんかそうなった時にそこまで続けられてるのは一緒に活動する人たちが本当になんか。 みんなでお互い意見を言い合えるしこうしていきたいとかいう思いもあるし活動だけじゃないところでもなんかいろんな話とかもできたりしてうん、うん、っていうのが継続させるためのモチベーションかなって思いますはいはい、はい、あその仲間とのまあそのなんていうか、ね、志の共有というか同じ方向をこう向かって歩いていけるというところなんですかねそうですね。 なるほどありがとうございますどうですか竹中さんのこだわりポイントありますか そうですね私のこのプロジェクトって例えば2人みたいに自分たちだけで最初から最後まで作ってるっていうよりかはむしろあのもちろん最後提供するのは学食なので、まあ、学食で作っていただいてるお母様が、まあ、パートの方々がこう提供しているっていうような形にはなるんですけれどもただそれを、まあ、あのこう広めていく活動あのこれを選んでねっていうふうに広報していくっていうところに関してはあのすごく私たち学生たちで 力を入れているとううようななころにもなりますしそこからさらに、まあ、思いとしては SDGs のことだとかより知ってみようっていうふうに思ってもらえるかどうかっていうのが私たち今すごく気にしているっていうようなところでもあるのであまりあのちょっと言い方があれかもしれないですけれども難しそうって思われすぎないようにちょっとあこれだったらちょっと見てみようかなこれだったらちょっとやってみようかなちょっと調べてみようかなっていうふうに思い 思ってもらえるようにこう。分かりやすさだったりだとかまあハードルを上げすぎない。みたいなことに関しては、気をつけながらあの活動していきたいなっていうふうに思ってるところですね。なるほど、ありがとうございます。そこのハードルを上げすぎないようにっていう所はあのまあ、すません。もうユニフォーム脱いだくせに感服コミュニケーターとしてとか言っちゃうんですけど、<laughs> あの感覚コミュニケーターとしてはすごく共感するところでして、その例えばこのサステナビリティの話で言いますと。 そのそうですね、温室効果ガスがどれくらい今増えてしまっているのかっていったようなその科学的なデータの話だったりとか、まあ、今、どういうい世界のどういうところで何パーセントの森林が失われてしまっていますっていうようなそういった、まあまあ、数字、グラフとかデータみたいな話になると、まあ、どうしてもちょっとこう分かりづらいとか、まあ、難しいっていうふうに見えてしまうところがあるなっていうと私もすごく思っていてそういうところをこういかにこう分かりやすくとか、まあ、いかにその何て言うんですかね まあ共感してもらいながらコミュニケーションできるかっていうのは私もすごく気をつけたいなと思っているのですすごくそそこは共感しましまたそうですね結構自分たちがやってる側だとあれもやっててこれもやっててこう。 っていう,ふうにやっているとすごく難しいことでもいつも言ってることだからポロっと言ってしまったりだとかそうですね感じ方がだんだん変わってきているとギャップがそこで生まれちゃってなんかこの子たち難しいことやってんなねふんみたいなそれで流れていってしまったりだとかっていうのをこういかにその感覚を普通じゃ自分が普通にこれを聞いたらどう思うっていうのを直しながら直しながらやるっていうのはいやあの忘れちゃいけない感覚だなっていうふうに思います、ね。 ですね。ついついその自分が普段使ってる。この単語って使いがちというか、なんか専門用語だったとしても、それが結構自分の中にはかなり染みついちゃってるから、当たり前のようにこう使ってしまうと、それだけちょっとこう敬遠されてしまう感じってありますよね。ねうんうん、確かにそこは確かに。私もこれからも気をつけていきたいと思います。ありがとうございます。<laughs> ありがとうございます。じゃあちょっと福城さんから福島失礼しました。山崎さんから私に引かせてもらってもよろしいですか？ はいじゃあ3枚ですかねあ,ありがとうございますじゃあこれを引かせてもらってはいじゃあ感動したことはということではい感動したことそうですねじゃあちょっと私の感動したことお話しさせていただこうかな感動したことそう言ってみたものもぱっと思いつきませんが そうですね、えっと、ちょっとですね、さっきの代替肉を開始前にちょっと話してましたけど、あの代替肉のですね情報発信をしたいなと思いまして、未来館の7階にキッチンがあるんですね、レストランがあります、そちらにあの代替肉って、まあ、こういった、まあ、環境にいいところがあるよみたいな話をまとめた、ちょっとパネルを作って、ですね今、置いてみてるんですよ。でまあ、そこでですね まあ置いてこう外からこうちょっとね遠巻きに眺めているとまあそれをこうまあ見てくださっている親子の方がそれを見ながら代替肉ってものがあるんだよみたいなことをこう人で親子で,ね人でこう話されている様子とかをちょっと見たことがありましてなんかあれを見た時は作ってよかったなというふうに思ったというかそれをあれを作ったことでここに来てくださった方がその話題のきっかけになったなということがすごく嬉しくてですね。 あそうですねこれは本当にま学コミュニというか、まあ、展示とかを作ることの感動したことはって話になっちゃうんですけどまさにああやっていうふうに自分の活動が知られてるっていうことが嬉しいなっていうふうに私は結構思ってますねはいちょっとすみません私の話をしちゃいましたけどどうですか感動したことはということで何かこう思いつくものありますかこれも感動したエピソードとかあればいただけると思いますがありますどうですか 私が感動したことは、うん、クラウドファンディングを昨年の秋頃に行ってはい、はい、もっといろんな人にグラノーラを届けたいということとうん、うん、あとはその反響に配慮した販売の仕方を続けていきたいということでクラウドファンディングを行って自分には本当に全然発信力とかもなければ人とのつながりというのはうん、うん、出会いはあってもとても弱いものなのでうん、うん、これをどういろんな人たちに 自分の思いを届けるかそしてそれに共感してもらって応援してもらうかっていうところがすごく難しかったんですけれども、えー、最初、自分がとキッチンを借りるのはなかなか共感が得られないそれはキッチンの人だけじゃなくて学校の先生にもなかなか協力とかうん、うん、自分の思いが伝われなくて。うんうん なんか個人としてやってるんだよねみたいなところうん、うん、雰囲気とかもあったりしたんですけれども、うん、自分が楽しく活動していく中で今まで私の活動に全然興味がなかったりなんかそのさっきおっしゃってた難しそうだよねみたいな方<ー>たちが一緒の輪に入ってきてくれて活動を支援してくれたっていうところにすごく感動しましまた山崎さんの,その活動とか思いにこう共感した人がこう。 いろんなところが集まってきたというところ。集まってきてくれた。なるほどなるほどありがとうございます。どうですかね竹中さんとかは。そうですね私たちはこれをやっていてそれであの最終的にはあの大学のまあ学職の。 運営をされてらっしゃる学生生協さんの方にこうにプレゼンをしに行ったわけなんですけれどもその時にあに最初あんまりいい顔されないのかなっていうふうに思っていたんですねっていうようなことを他の方に指摘されたことももちろんありますし例えばあのコロナ禍であんまり学生がそもそも大学に来てない状態でちょっと経営的に難しいような状況っていうのが想像されていただとかまあいろんな状況があるしお金も持ち もちろんかかるようなものなので、あのなかなか難しいだろう。っていうのは想定して。 はいましたしたそのために私たちの方もいろいろ準備をしていったわけなんですけれども、まあ、あの今すぐにこれをじゃあやりましょうということは難しいけれどもただこう、私たちの思いがこういうふうに出てきてくれたことをすごい嬉しいよっていう,ふうに前向きに捉えてあのいただいたということはすごく嬉しかった出来事でこれ、まあ、大学含め、政教さん含め でそういったあの私たちの思いを真剣にあの向き合って取り合ってくれたっていうのはあの私たちが準備してきたものを含めこう自分たちの気持ちがしっかりと聞いてもらえたっていうのはすすごく嬉ししいことででたねねそうですね、まあ、その山崎さんともすごく共通するところあるのかなと思いますけどやっぱりこう自分の思いをまあ共感してくれるとか、まあ、い理解してくれるそして一緒にこう取り組んでくれる仲間ができていくっていうのはすごくやっぱ嬉しいことだなと思いますね。 ありがとうございますどうですか福祉さんはあ、入ってますかこれあ入ってますよ大丈夫ですよなんかすごい感動したことなんだろうって思って考えてたらうん、うん、結構なんかマイナスのこと結構なんかはい、はい、なんだろう嬉しい感動じゃなくて悲しいとかの感動しか出てこなくてうん、うん、でなんかあるかなって思ってたんですけどそういえば今日 T シャツを持ってきたことを思い出して であのー、なんかすごいいい,いい思い出というか良かったことがあってそれはそのこれもう私たちが活動を始めるきっかけきっかけっていうかまあその一番最初に T シャツを作った時の3年前のものなんですけどこれを私たちが作ったっていうよりもあのなんか がいろんな学校の学生たちが集まってアースデー東京っていう、えー、あの代々木公園で行われてるイベントがあるんですけどそれに3年前に出た時に、えー、あのみんなでお揃いの T シャツを作ってでそれはまあ業者っていうかそう作ってくれる人に頼んで,で作ってもらったっていう感じなんですけどその時にこれを着てでみんなであのそのイベントでなんか。 トークショーとかなんかそういうことだったりとかをして学生でなんか出展するっていうのをやってでそこで集まったメンバーが主に今の団体を作ってるんですけどそれであのこの前3年ぶりにその,あのイベントに出るイベントで販売する機会をいただけてでその時にこのこっちの T シャツを実際に今度は自分たちであの 作ったもの、っていうか自分たちで調達したものを自分たちであのそのお客さんに届けるっていうのをすることができて一番最初のきっかけだったところに3年ぶりにようやくなんか活動を通して戻れたっていうのがすごい。 感動したことだなっていいことだったかなって思いましたそうですねなんかこう今になって振り返ってみるとなんかその伏線をこう回収したみたいな感じがしてちょっとなんか素敵ですね <laughs> なんかそんな感じがしますなんかドラマティックな感じでいいですねなるほどありがとうございます <laughs> 皆さんそのすごくいろんな人との出会いを通して今のその活動を楽しくこう続けてられていることでいろんなお話を聞けて本当にありがとうございましたということでそろそろですねあのお時間もちょっと迫ってきたので ちょっと最後にちょっと私の方からあの皆さんにあの質問をさせてもらえたらなと思うんですけれども今こうしていろんな活動をまあ1年とか2年とか3年とかやられてきた状態だと思うんですけれどもこの活動を続けてきてまあ皆さんがまあ得られたものといいますかまあ学べたこととかまあ自分の人生においてこれはすごくプラスになったなっていうような思うことがあればぜひちょっと。 教えてほしいなと思うんですけれどもそうですねちょっとあの考えてもらう間にえっと私だったらどうかって話をすると例えば私だったらですねあの科学コミュニケーターというお仕事を始めてまあ今大体2年ぐらいなんですけれどもあのまあ科学コミュニケーターという仕事をしているとですねまあその科学というまあ視点を使ってというかまあ科学という見方をまあベースに例えばその環境問題であれば環境問題をこう科学の視点でどうこう紐解いていけるかと。 そしてその紐解いたものを、えーまあ、どういうふうにこう皆さん来館者の方だったりとか、まあ、さらにその遠くにある市民の方にどう,こうコミュニケーションしていけるのかというところを、まあ、日頃からこう考えていくそして実践していくという仕事なんですが、まあ、そこに対してなんだろうな、まあ、強い思いで同じ志同じ熱量を持って、えー、共感して一緒に考えていける仲間ができたことが私はすごく観光ミュニケーターという仕事をしていてよかったなと思うところで。あの まあ私とね大学時代の友人だったり高校時代の友人とかいろいろこう友人もいますけど、まあ、そういった友人たちと、まあ、こういった話ができないわけではないですがやっぱりその熱量だったりとか、まあ、向いてる先の、まあ、ベクトルが違うなって思うところはやっぱりあってそこその同じような志同じようなモチベーションで議論して一緒にこう実践していける仲間ができたことがすごく私はこの活動をしていてよかったなと思うところだなと思っています。 長々と喋ってしまいましたがあの皆さんだったらどうかなというところをちょっと聞いてみたいんですけどどうですか思いついた方からいければと思いますが。 私もすごい似てるところなんですけれども本当に1年生から今4年生まで3年間活動してきてもう絶対的にこれは財産だったなって思うのは、うん、本当にまあ似てるようなところで一緒に自分の同じ熱量で何でも言い合える仲間ができたっていうのはあのすごく大切だったなっていうふうに思って、うん、それこそちょっと例えば、まあ、もちろん人にもよりますけれども少しこういうことをやってるよっていうふうに言うと何かいい子ちゃんだね みたいな意識高い系ですねっていうような、えーまあ、扱われ方をするっていうことだったりっていうのも人によってコミュニティによってはあるかもしれないんですけれども自分が本当にこういうことをやりたいんだっていうことをざっくばらんに言い合えてこれいいじゃんっていうふうに返してくれるで何、はい、だったら私も一緒にやろうよっていうふうに行動まで移せるっていうようなあの仲間ができたっていうのは、うん、あのすごくまあ代えたい財産だったなっていうふうに 思いますし、うん、そういった、あの、何でも言い合えるような雰囲気作り、空気作りみたいなことは、もう絶対的に。あの、こう残していきたいものとして、あの、一つ、すごく思い入れのあるものとしてあるかなっていうふうに思います、うん。なるほど、ありがとうございます。どうですか、お二人は。じゃあ。<laughs> じゃあ、副将さんからいきますか。はい。えっと、なんか。私は。 なんかやりたいことをなんかでしょうやっていいんだなっていうのとか,なんか本当にやろうと思えば何でもできるんだっていうことをなんか学べたような学べたっていうかそれを活動を通してずっと実感してきた気がしてここにも書いたんですけど一番楽しいことと作りたい未来って書いたんですけど。 本当に自分が何をやりたいのかっていうのとか自分が楽しいって思うこととか,あのなんかこういうことをしてみたいっていうのでなんかそれに忠実になんか動くことができるっていうかそれを実現させようと思えばいくらでもできるっていうなんか可能性を知ることができたっていうところでなんか、うん、本当になんだろう。なんか これから自分が生きていくときにも何でしょう,うん何でもできるんだって思えるような気がしてそれがすごいやっててうん、うん、学んだことだし、うん、なんかそういうことを感じ,ることなんか感じられる活動なんだなって思います。そそうですねその3年前に、うんその まあ出会ってとい,うかというか始めてから今、こうしてその実際の T シャツを作るところまでこう実現したっていうのはもちろんその間には苦労も多分あったと思いますけど最終的にはそういうふうに実現されているということで本当に思ったことがこう形になっているっていうのは本当に変え難い経験だなと思いますね。はい、ありがとううございいまますどうですどでかかか山崎さんはは何か思いつきましたか私は 1一つは人とのつながりっていうのはやっぱりすごい大切だなって思うんですけれどもうん、うん、あともう1つ自分が学びとしてあったのは環境問題を考えるっていうのは難しいことではなくてこれからいい未来を作っていくっていうワクワクする世界を作っていくっていうとても楽しいことであるっていうことですで今やっぱりこのいい世界にするためにさまざまな問題が見えてるから難しい だしこの世界を変えるのはやっぱり難しいんじゃないかなってネガティブに環境問題を捉えるっていうのは多いと思うんですけれども,でも活動をする中でその問題を解決しようっていう人たちにたくさん出会ってきてで実際に世界を変えるっていうのは人口の3.5%の人の意識と行動を変えるとみんな結構私はこの人を がそういうううういいなならこうしようかかっていう人とか、えー、今この環境がないからこの選択肢しかないなって選んでると思うんですけれどもこの3.5%の人たちが考えてこのいい世界を作っていこうっていうプラスのワクワクした気持ちでもって世界を変えていったらみんなが変わっていくっていうことなのでこれからきっといい未来が作られていくんじゃないのかなっていうのが私の活動の中で 一番の学びです。あ、なるほど。ありがとうございます。そのまあ三点五パーセントというか、まあ。本当に、まあ全体からしたら、少ない人数なのかもしれないですけど。そういったそのエネルギーなる人が、こう中心となって、こう世界が。変わっていけると、本当にこの先もいいのかなと、私も思います。はい。まあ、ぜひ私もですね、あの、まあ微力ながら。一緒にこう頑張っていけるといいなと思いますので、今日は本当にお参加だと、おしゃべりできて、すごく嬉しかったです。ありがとうございます。というわけでですね、今日ここまで。 1> 1時間以上でですすねねたたっぷりとお話ししてきました今日はです、ね、そのサスティナブルな未来に向かって活動している高校生、大学生と一緒にお話をしてきましてどんな思いだったりどんな悩みだったりどんな未来をこう目指して作って今、活動しているのかというお話を皆さんとしてきました。 私もねあのサステナビリティに関心のある人間の一人としてすごく、まあ、勉強になったなと思うところもあります。まあ、皆さんにも聞いていただいて、えーまあ、自分にもあこ,ういうこ,とこういうことができるんじゃないかなとかあのこういうことを始めてみようかなって思ったりとか、まあ、それ以外にもでですねまあでもやっぱりこういうところ難しいなとか、まあ、もしかしたらこう面倒くさいなって思うようなところもあるのかなと思うんですけれどもあのこのあと、ね、ステージ近くに皆さんちょっと残ってくださいますので。 皆さんと一緒にお話ししてもらえたらなと思います。こう聞いていただいて感想とか、まあ、質問とかもある方もいらっしゃるんじゃないかなと思いますのでたくさんちょっと活動内容でもいいですしそれ以外のもっと雑談でもいいのでぜひぜひ皆さんとお話ししていけたらなと思っております。というわけで90分近くあの長いお時間になりましたけれどもトークイベントを始める続けるサステナブルをこの辺りで終了させていただきたいと思います。皆ささん最後まままで聞いいいててくださいましし誠にありがとうございました